どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャーです。ペナンブラ、ブラックプレイグ、意味は黒死病、またはね、プレイグだとあのペストっていう意味があるかな。前回のペナンブラの続きという形になります。このゲームはエピソード2っていうことかな。なんだっけ、暗いなんかさ、通路みたいなところ進もうとしたら後ろから殴られてどっかに引きずられていってしまったんだよな。やらなきゃいけないのか。じゃあニューゲーム早速いってみよう。ポチッとな。イージー、ノーマル、ハード。ノーマルですいません、お願いします。Without this knowledge, without this foundation, you could not have the will to do what I must now ask of you. I followed my father to the Greenland Wastes to uncover his secrets. You had to know how far I was willing to go.I found a disused mining shaft and took shelter from the storm. You had to know how desperate I was. I was plagued by doubts, fears, and mysteries, and aided by a madman, Red. You had to know how lonely I was. I incinerated my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt. I ventured boldly onwards.And was struck down by my own heroics. You had to know how stupid I was. All of these things, so human, so perfect, and yet still I failed to do what I must now ask of you. ああ、ちゃんと前回のあらすじが流れておりますね。お、起きた。おはようございます。ここはどこだ？はっ、動けるぞ。何ここ、なんか文字が小さくて申し訳ないね。多分見えない人いるんじゃないかなっていう。ただね、一つ気になるのは隣の部屋からうなり声みたいなのが聞こえる。ちょっと使えるものを。何か開いてる音が聞こえる。ちょっと待って、なんか、あ、おいろいろとおかしく、誰か泣いてるぞ。刺されてる。隣の部屋で誰かが刺されてるぞ。凍りつきそうなほど冷たい。ちょっと待ってくれ。あ、ちょっと見える。鍵がかけられてる。よかった。隣の部屋で何かしてるな。緊急事態のため指示と指針だ。今は役に立たない。何も見れない。なんだこれ、コイン。古いコイン、どこの国の硬貨なのかよくわからない。何コインとか、あ、鍵を開けるの、コインで。いや、コインで鍵開けられるか。死ぬほど冷たい。この場所がこれ以上暖かくなることはないと思う。あ、なんか入ってる。ああ、光と影の間には完全な世界が存在する。どういうこと。当然ながらその世界は我々のものだ。すぐに出ていけ。王かな、王天って書いてある。紙切れ、よいしょ。お、来た。ケミカルライトだ。きっと役に立つはず。ケミカルライト、よし。何も入ってないな。ビーフジャーキーの一つじゃないのかい。オッケー、じゃあちょっと使ってみるか。お、違う、少しも正しくない。すいませんね。何なんだろう。もしかしてこうして、こうするでしょ。いや違うわ。回っ、平たいコインになった。これで開けられるはず。お、違う。あれ、
この平たいコインを使って何かをあ、もうなんかこう、ここからまず脱出できないみたいなパターン、これは。このマンホールみたいのが外れる感じしないもんね。これベッドの下に何かあるでしょ。ないね。なんだと。はい、皆さん、ブラックプレイグ、始めて数分で、ちょっとここから出られないということでね、うん、ちょっと出たいよ。あ、これか。うーくん来たね。よし、ここに合わせる前にコインを平たくするっていうね。よっしゃ、取れたぞ。ほほ、それほど大きくないが、私に残された脱出口はこの穴だけだ。え、なんか笑ってたぞ。お、びっくりした。あ、先に進んでる。オッケー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 。ちょっと待ってね。マウスのあたりにね、いろいろものがあって。よし。よしよしよし。オッケー。行くぞ。私は脱出しなければならないのだ。ほう。チェックポイントだね。暗いな。なんで誰が書いたの、ここに矢印。ほう。今なんか一瞬赤く光らなかった。あ、レントゲンが見えるな。あ、でも、なんか何かが、ミイラみたいなのが、あれはなんだ、縛り付けられてる。うわ、なんだ、なんだ、あれ、ん、今先に進もうとしたら、なんか後ろに戻った俺。救済？私の救済か、それとも他の誰かの、誰かもここを通ったってことかい。やばいでしょこれは。はあ、はあ、チェックポイント通過。ふむ、どうやら君はこのメモを見つけたようだな。誰だ。我々はまさにこの局面を乗り切ろうとしている場面なわけだ。もし君が私と同様に換気口に逃げ込んだとするならば、食堂に作り上げた防衛拠点までそう遠くはない。誰だ。私はホットチョコレートが大好きでね、待ちきれないよ。どういうことだよ。ホットチョコレート持ってけばいいのね。セキュリティ、私自身が設計したもの、有機物に反応するようになっている。おい、脱出した人物のノート、他に生存者がいるってことだな。オッケー、とりあえず喉が渇いた。あ、電池ある。本日の無料ドリンクサービスはなしって書いてある。え、こっち行ってもいいし、チョコレートを持っていかないとダメなんだろう。暗いな。こっちも進めないな。この先にじゃあ行けばいいのか。なんだ、崩壊した。曖昧な言葉だ。ちょっと、ちょっと、めっちゃ声聞こえる。いろんな方向から声が聞こえる。アドバイスのようだ。従うべきだろう。足元に気をつけろ。もう絶対これダメじゃん。よしよし。いける？ふたが。よし、チョコレート持っていかないとね。この重そうなのいけて俺はいけないってどういうことだ。もうギリギリこう死ぬところまでいかないとダメだ。こっちは、あ、危ない。あっち行けるのかな。塞がれている。こっち行くしかないね。電池ミッケ、あれ塞がれている。え、あ、じゃあこれをうまく使って、ちょっとすごい引っかかってる。よし、あ、
うん、よし。あ、ちょっと、そうそうそう、そうだ、少しずつね。ダメ、よし、届くか、届かないんじゃないか。うまいこと、あ、これでいけるだろう。よし、なんか、ああ、懐かしい。不安でもあったな。かなり冷たい。あれに触れると致命傷を負ってしまうだろう。触れないな、じゃあこっち。ああ、ああ、やべえやべえ、人型モンスターみたいな。あのドアが開くようなことがなければいいのか。だあ、ダメだって、フラグ立てちゃ。ね、あれを塞げるものは椅子とそのなんか変な木箱だな。心頼りないよ。頼りない。いや、もう絶対開くだろ、これは。なんかもっとこうないのか。いいね。おお、重い。なんか、なんだ、ケチャップか。あれか、いざとなったらこう自分の体にケチャップを塗りたくって倒れればバレないだろう。あっ、なんもないぞ。サーモスタットだ。冷却剤の量を制御している。とりあえずこれを持っていくか。で、家こうちょっとサイコブレイクみたいにさ、瓶を投げてこう後ろに注意を引かせるみたいな。あ、鍵がかかっている。ありがたいことだ。よかった。え、じゃあどうしよう。どっから行けばいいんだ。え、お、見たところ、じゃあも戻ればいいのか。お邪魔しました。ああ、制御してるから。なんかこう、あ、もう一回あれですよ、コインを使ってね。違う。違ったな。制御してるって言うけど、特に触っても何も起きないな。他持ってるものは電池ぐらいだし、何か一気にぶつけて壊すとか、これかな。重い。よいしょ。違うね。なんだろう、根本的に何か間違い。こっち、んー、なんだろう、何か見落としてるんじゃないか。これを変えたいんだが、何か持っていって塞ぐとか。よし、あ、ちょっと、オッケー。お、え、何、ちょっと暗い、暗いの、狭いの、いや広いじゃないの。ちょっと待って、ちょっとここどこ、え、暗すぎる、ちょっと、おい、固定、いや、ちょっと、あ、オートセーブだ。うわ、ここからか。そこが崩れることはお見通しだ。あ、いた。どうしようかね、あれね。よし。この子一緒に持っていくしかないな。あ、あっ、あっしゃ。
ああ私にかかればざっと、何あれ、おなんだ、ここは今日のスペシャルを入れる。Happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. アナウンスでどうやらご飯的なのは有能なメンバーだけが食べれる的なニュアンスを言っているわけだな。用心した方がいいだろう。もし私があの光線を横切ればきっとあの爆弾が爆発する。何そのメタルギア2、爆発するの？もしもし、すぐにここから脱出しなければ私もこうなるかもしれない。名札には主任科学者ネイル・オズワルド。あ、待って、オズワルド、あ、違うな、ノートの紙切れか。あ、ちょっ と取り忘れてることになってる。いや、でもこれは患者記録デレン・グレイのものだな。はっはっ、発信、はっは、うん、何かの実験を行っているってことかい。ボルトで固定した。感染を防ぐことはできない。息を引き取ったと話して。ああ、何の実験してるの、ちょっと。まあとりあえずあれに触れないように行くにはこいつをねこうして、ちょっと危ないな。でね、回す術がね使えるようになってるんでね、今まで見て体を使って無理やりやるってこと、危ない。いけるかな。よし、さあやっていこうか。もうちょっと、ちょっと。シェフ・カーリド is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. よし、通ったぞ。なんだろうな。うわあ！超びっくりした。なんだ。心臓が口から出てもう一回戻ってったよ俺、うん、伝言板だ、ひっかき傷でいっぱい。いや、すごい綺麗に見えるけど。食事のメニュー、もう食事のために使われていないようだ。向こう、何何、何も起こらない、よかった。Only trust blood will get through って書いてあるから、正しい血っていうか、感染してないって意味合いだろうな。感染してないものしか通れない。とりあえず一つずつ外していこうか。すっごいびっくりしたよ、もう。ねえ、よし、ちょっと、おう、ここはどこだ。結構明るいね。いや、暗いね。あ、懐かしの。うわーん、至る所にこうも、こういうものが置かれている。私の一部が、あ、これ前回と同じようなこと言ってるな。なんだ、お、フレアとカセットテープ、懐かしいもの。テープが入っていない。大丈夫、カセットテープなんか聞いて。アルコールと、太平洋でハリケーン・ジョンはなおも猛威を振るい。これ多分新聞の記事だね。怖いから扉を閉めて、カセットテープを聞いた瞬間に何か来るみたいなね。どうしようかな。よし、こうして、で、あんまり効果なさそうだけど、カセットテープ入れてみるか。その前に何もない。
これかイーロフ、イーロフと名が記されている。ほ、プレイヤーに差し込んだ。My name is Elof Carpenter. Rank elevated. Status code C. 監禁状態。トゥーゲートの動きを観察した結果、彼らが次に訪れるのは私の独房だと予想している。I am the last remaining member of the elevated at this facility, and so it falls upon me to ensure that Xeno protocol is not compromised. For that reason, I record ウイルスの脅威を無効化するために私は唯一発見した記録装置を使ってここに。カブラズメ！食べられた。何に食べられた。でそのカセットテープがここにあるってことは何で、食べられた後に誰か取って入れたの。あ、いい感じにこれここまでしか開かない。よし、あーどうしようかな。オッケー、すごい怖い。長い廊下あんまりいい思い出がないんでね。あー、なんか引きずった跡があるぞ。鍵や。誰もいないな。あ、怖い。あ、すげえ怖い。俺のただいまの心拍数は、あ、言うてでも、いや、言うてって言った瞬間に90ぐらいになってれば、うん、引きずった跡が。きっと向こうに何かやつ、や、役に立つものがあると思うが、鍵がかかってる。クソって書いてある。やばい、やばいだろ絶対。なんだこれ。うん、どう、鍵がかかっている。いやもう使えないか。開かない。え、このレンガを、イエスだと思ったぜ。うん、電源は落ちたのはいいんだけどさ、電源落としてどうするの。暗い、開くのかそこ。開かないな。あー、すげえ怖い。電子ロックとかかかってるの。あ、開いた。開かない、開いた。なんかすげえビビってるぞ俺は。あ、なんかある。注射器をゲットした。あっ、あれは一体なんだ。どこかへ隠れないと。あ、バラッと、ちょっと待って。とりあえず何、嘘だろ、みんな見える。あ、なんか来てる。あ、サンマンって、なんで喋ってんのこれ。あ、何あれ。あ、何あれ、ちょっと人型の何かが。巡回してる。あ、でもそこが開くってことは最後そこある。あ、そこは開かないんじゃない。あ、開いた。あ、いいね。おい、よしよし。
向こうが歩いてるな。ここ何か部屋ないの？怖い、いつ来るかがわからない。いつ来るんだ。行く？行くしかないよ。あ、怖い。行くしかない。注射器を手に入れればいいのか。もうなんかここで必要なものを取り逃したらこう、ん？あれ？ん？俺こっから出てきたっけ。おい、なんかちょっと、誰かマップくれよ。いなくなったかな。ほんと、さすがに誰もいないと思ってどっか行ったんじゃない。あ、いなくなった。よし、でも鍵を開けてってくれたわけだろ。暗いな。ああ、いなくなってる、いなくなってる。うう、超怖かった。人型とはちょっとびっくりだな。しかも喋るから知能があるってことだね。待って待って、前作のあのペナンブラに比べたらなんか格段と恐怖が。これは同じルートじゃないのか。いや、同じだよね。どういうこうつながりになってるんだこれ。同じだな。とりあえず拾っておこう。電源落としたから、あ、あそこの扉が進めるようになってるってことか。よし、あの扉進めるようになってるんだね。あ、チース。あ、じゃなくてよ。いや、待てよ、違うな。よし、お前の出番だぞ。よし、ミスるなよ。もうちょっと、もうちょっと上の方行ってくれば。そうだね。あ、危ない、通れない。オッケー、さあ戻ってきた。あそこの扉が開くんじゃない。えっ、よし。あれ、ん、電源落としたけど、あっちの、ぐるぐる回る男がそこに一人。ああ、血を入れろってことなんだな。いや、でも自分の血を取ってからとか。お、中央の穴にぴったり合わさったが何も起こらない。どうやって自分、ああ、この人の血を採血するのか。へへへ、よし。あ、ダメだ、ちょっと、ここからじゃダメですか。ダメか。てってれってれーっと、さてと戻るぞ。はあ、今だいぶ落ち着いてるからな俺は。電池ゲット、で落ちないように。なかなかコツが。やばくない。難しいな、こいつじゃないのを対応すればよかったな。あ、いいんじゃない。あ、いいよ、よし。うわ、おお、素晴らしいオートセーブだとは思わないか。ほっ、注射器は乾いた血液で塞がれて、まずこれを空にしなければ。え、空にする。
空にするには戻って乾いた違うな。どうするここの字あ、なんかバグってるアルコール持ってるじゃないか。あ、じゃなくてえあ、こうオッケー。今回のね、いろいろと申し訳なくなってくる感じが。死体から血液を採取。よし。でもさ、確かバーンってこう扉を叩かれたような気がするんだけど、ゴー。よし、セーフエリアに入れるようになりました。はい、でちょうどいいんでね、一旦ここで休憩を挟みたいと思います。時間が21時41分なので、このままじゃあ10時スタートだとでいきましょうね。切りよくいこう。10時スタートになりますんでね、次回をお楽しみに。動画自体はここで終了、生放送は10時からスタート。ほんじゃまたな。